うん、小ネタいくつか用意したんで、なんか書いて。何？何を？なんかって何ですか？うわい。じゅん、はい、どうぞ。こう。え？ほっと。大人気この方です。ライムじゃないよ、どうぞ。ライチさんです。おはこんにちは、あこんばんはもう設定が不思議で、この人何をやっている人かすごい問い合わせがあるんですけど教えれません。詳しくは下のツイッターを見てください。よかったらフォローしてください。はい、ポーズどうぞ。ポーズ、はい、今日ははい、お気に入りのピンクのチャイナを持ってきました。お気に入りのピンクのチャイナです。はい、はい、これ YouTube 的に大丈夫なのか。大丈夫？ツルツル。エロないね。エロないね。大丈夫、見えてないよ。今日は解凍ラ冷凍ライチじゃなくて、今日は冷凍ライチじゃないですね。一回、はい、くるっと回ってください。はい、俺映んないのにね。ではオープニング、これでバスッと姉さん、これ、はい、まず簡単な方から決めてください、どうぞ。おお、さすが。それではスタートいたします。はい、スペシャルショットからいった感じです。はい、では、はい、お願いします。では入れてください。あったかい。今日は何の香りですか？ライチがなかったので、はい、オレンジです。オレンジ、ほら、あ、本当だ。さすが女子はアロマに反応するよな。結構好きで持ってますね。今日はいろいろ、後ほどチャイナのグッズも揃えて、まあこれは後にしましょう。なんかすごいいっぱいありますけど、はい、ビロンビロン。でもお疲れなんですよね。そうですね。急に元気になって。はい、ここから足乗っけて。はい、うん。やっぱ立ち仕事なんで、はい、定期的にやってもらわないと。はい。だってあなた忙しいんだもん。そうですね。なかなか捕まらない。捕まらない。ちゃんとあの開けといて。わかりました。うん、小ネタいくつか用意したんで、なんか書いて。何？何を？なんかって何ですか？じゃあライチとライム。ライチとライムを書くの？はい、黒で。難しくないですか、ライチとライム。その顔するよね、いつも困っ、なんか無茶振りすると困るよね。それそうだよな。顔芸です、顔芸。ライチとお題、お疲れですね。うん、
フルーツもライチ、はい、じゃフルーツ盛り合わせで、盛り合わせ、うーん、また難しい表現を、何を書けばいいんだ、何でもいいよ、何でもいいのか、痛いか、書く方に集中してるの、まだだ、まだいける、まだいけるか、まだいける、先生手加減してるんじゃないの、うん、じゃあいいの、言って、いい言っていいの、レッツゴー、レッツゴー、いやいやいや、後で、あなたこの後仕事でしょ、仕事だけど、仕事ですけど、お休みじゃないでしょ、みんなお休みの時間にお仕事でしょ、そう、そうなんですよ、ライツとライム、ほらあれさっき強気だったよね、あれあれ先生あれなんか痛なんか手抜くなよって言ってたよねなんか急に痛い急に痛い いいですね、痛いの、うん、痛いけど喉、首、それと、うん、リンパ節、はい、リンパ詰まってると思います、めっちゃこの間、赤すり行ったんですよ、おう、奮発して70分、おう、おう、70分も70分、赤すりマッサージコース、そんな、別にそれいかんっていうわけじゃないんだけど、うん、あのチャイナ来て、うちへ来て、うん、そうすればあの、うん、もっと元気になります、でも赤すりはないよね、あ、まあ赤すり確かにね、確かに赤すり、先生が赤すりまでやってくれるんだったら何のお店ってなっちゃうよ、今ライチを書いています、はい、今足をほぐしています、今ライチの足をほぐしています、これなんで黒しかないんですか、次は用意しとくわ、次はなんかもっと赤とか緑とか用意してください。あと足つぼされてるからすごい線が揺れるんですけど作戦です作戦、はい、作戦なの、作戦、うん、あ、痛気持ちいいですね、そう、先生の足つぼは痛いけど気持ちいいですよさっき弱いって言ってたじゃん、ちゃんと気合い入れてやれって、そう、気合い入ってますね、今日はカンフーキックかましたるでみたいな感じだった、かましたるで あ、いい顔、いい顔いや、痛い、そこなんだ、ここなんですか、尿道、マジで、はい、普通じゃない水着、普通の時に着ない水着ばっかり着てるからだよ、陸で水ばっかり着ています、はい
これ先生今弱中強だったらどれぐらい？中のちょい強ぐらい。じゃあ中にして。なんだよ。チャイナのライチ弱っちょいな。弱っちょい。ヘロヘロ。ヘロヘロライチです。ゴリゴリ。はい。ゴリゴリですか。はい、立てて。あ、自分ライチ、はい、ライチを今書いている、はい、こライムはどうしたらいいんだ。次は右足です。はい。え、ライムかけたの？ライムまだ書いてない。とりあえずライチ書いた。うわ、そこ痛いですね。なんていうの、粘骨。何？腎臓から膀胱へかけて。あ、体が冷えてますね。あ、いや、マスク水着てるんで言うほど着てないんじゃない？いや、週3日。あ、週3日すくみず。週3日、6時間を3回だから18時間。う、週2。あ、あれが制服になってる。そうだよ。う、そして冷たいお酒をいっぱい飲みます。飲むから冷えてます。ゴリゴリ言ってるね。言ってますね。本当は受けてる時は多分力を抜かないといけないんだけど。そうですね。痛すぎて力が入ってしまうという。もうライムってお酒に入ってるイメージしかないよ。うん。なんかカップの横に刺さってるじゃん。うん。なんか小輪切りで、ああ揺れる。ああライムがめっちゃ揺れる。なんかあの。すごいライムだけ雑になった。
んかこうイメージだけ伝わったらいいなみたいな。めっちゃ痛いんですけど。何力抜いて。そう。なんかできた。待って。なんか多分こういう感じ。ああ、はい。こう、ライチとライム。これはライチちゃんです。はい。なんかライムを持ってるつもりだったんだけど、なんかまんじゅう持ってるみたいになっちゃったから、横になんか。まんじゅうとライムちゃん、ジンライム的な、はあ、ちょっとここで先生に右足をいっぱいもみもみされたのでちょっとなみなみになったけど、ライムを描いたこれライムです。はい、以上できました。はい、こんな意外と可愛く描けたやろ。そうだね、ずいぶんスリット入ってるよね。もうね、ここ多分ね、おへそより上からスリット。すぐおっぱいだよね。なんか相当スリット入ってるよね。ここはもうあれだよね。サービスショット満載だよね。おっぱいの下からもうスリットがこうやって入ってる感じで、でもここが。わかんねえそれ。なんだそれ。これおっぱい。足がもうウィーって感じ。本当はここにこう編み編みがあるチャイナが欲しい。え？ん？違う、編み編みがここに編み編みがあるチャイナがあるんですよ先生。ああ、ドンキで持ってたよ。ちゃんとしたやつが欲しい。みんながたくさん見てくれたらね。ほんと？うん、なんかサービスしてるじゃん。サービス？サービスショット。サービスショット、OK、はい、OK、 OK、 スクワットしてるのを下から撮る。なんかいろいろ用意したから。いろいろ？はい、この後この後、はい、なんかいっぱいストレッチするらしい。ストレッチ、その前になんか、うん、このチャイナを着て足つぼを受けると健康にいいんだって。なんで？今俺が作った。それするよね。ほらもう先生がさ、なんか言うからさ、ほらここライムって書こうと思ったのにライブになっちゃったじゃんか。な、ライブってなんだよ。ジンライブにジンとソーダとライブって何ですか。何を入れればいいんですか。何を。ライムです、ここは間違えました。ライムです。なんかいます。ほらまたなんか住んでるよ、このマンション。このマンションに住んでるのか、うん、そのマンションに住んでる人ここにいるのか、うん、住んでる。コリコリっとこうツインタワーだからね、うん、コリコリさん、コリコリさん住んでますね。この間から先生に言われて、うん、足組んだりする方向とかを、うん、こうなんとなくこう左右均等になるように頑張ってやっておりますが、はい、あんまり成果ない。今日ちょっとか前より割にこのシリーズ2回目出てくれると、ほら靴下履くようにしましたとか、うん、なんかちょっと気をつけました、おおちょっと変わったねって話になるんだけど、うん、全然全然とは言わないけど、まあちょっと時間空いてるしね。いやそういうことでなく、あんまり頑張りましょう。
たたたたたたあれだよね、多分スタートからやり直し3点だね。そうだね、うん、3点がよくわかんない。あるじゃん、10円ガムとかさ、わかる？わかるよ。なんか噛みついてるじゃん、うん、あの細い、うん、ハズレってやつ、ね、ハズレってやつ、あのよくわかんない点数くじ的なやつ。点数貯めても何もならないもんね。なるのか、貯めると多分、うん、なんかと交換あできた多分、うん、まあ、当たりはガムと交換だけど、うん、なんだろうね、なんでしょう、なんだろう、最近の駄菓子って高いの？まあ駄菓子じゃないからね。もう駄菓子じゃないね。駄菓子を買おうと思っている大人に売ろうと思ってるやつだから。そうそうそう。あれは子供に売ろうとは思っていない、こう大人の、こう大人の駄菓子。大人のチャイナみたいなね。大人のチャイナ。あれ。うん、夜のチャイナだよね、それは。あ、パキパキ。これは。6個いただきました。3点。これ相変わらずこのボトルなんですね。いや、こっちの。こっち。ありますよ。マヨネーズ、マヨネーズバージョン、お好みバージョン、お好み焼きにかけるバージョン、もちチーズカレー的な、え運動させるぞいっぱいもちチーズ、ん、もちチーズなおかつカレーみたいな、はあ、だいぶもりもりな詰め込み、そう、カロリー増し増しな感じ、はあ、この粉はあれですか、ベビーパウダー的な、いや、はははは、って違うの、じゃあちょっと鼻から吸ってみようか、先生そうするとピエールなんとかみたいな、ピエールライチになるか、え、え、足首はどうですか、うーん、うんって何、うんって、柔らかくもないし硬くもないし、そうですね、はい、はい、お疲れ様でした。もう一回それ見せて、はい、そんなじゃんって見せるほどのものじゃん、今日はこんな感じですって、あ、こう横置いた方がいいんだよ、さっきみたいな、ああ。ライチとジンライム、はい、おしまい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 って言われた、そんなそんなにそんな、じゃじゃーん、はい、今日は趣向を変えて、はい、この運動不足のすく水も運動不足入りにくかったライスさんに、何を、まずはこれいくか、なんかいっぱいあるよ、じゃん、それ、ああ、ビュン、何ですかそれは、君のために用意しました、こっちに座るか、え、ここに座って、座って、わい、うん、じゅん、はい、どうぞ、片付けてからやってて、挟んで、うん、挟んでビョンビョンすればいいの、そう、こん、ちょっとこっちじゃない、え、こんなとこ逆向きかな、
でもこれだとあんまり意味なくない？言うほど簡単だったってこと？簡単、簡単だけど、はい、なんかいっぱいやるから疲れるんじゃなくて、これは。あ、多分。あ、そう。あ、聞いてきた。これは多分10回を超えてくると、あ、プルプル、回数が大事なんだね。多分。いきなり一番いいの出しちゃった感じ？こう、はい、内ももに効いてる感じの。じゃあこれドン、ドン、立て、次は、はい、え、これ、これは何？言うと、うん、エキスパンダ的な。そう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 、すごい広げて広げた、はい、じゃあ次これ、ん、閉じて、これこれ、うん、これ無理、これ、これ横向きに寝て、こう行って、こう行って、こう行って、こう、こう行って、うん、こう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 あんまいっぱい使えないから、はい、次、はい、ねえ、ほら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 、え、うん、じゃあそれ、こう、こう、ん、こう、ん、ほっと編集大変、もう立って、立って、どこに立つ、じゃあ、次立って、これ、こう、もう疲れてるじゃん。疲れてる。うん。これ、こう。うん。はい。五回どうぞ。十回とはいません。ほ。三。楽しそうに。ニコニコ。楽しそうに。お、筋肉に効いてきた。はい、反対。え、反対。反対の足。反対の足か。お。どんなやねん、この静かな盛り上がり、なんかなんたらブートキャンプを思い出す。ああ、そうね、動きがで、最後これお決まりのこれ、これ、これはこれをそこへの、ここで行くか、床、床で行く、床で行く、これは膝つかないと無理です先生。いや、まず膝ついて、膝をつかないと無理ですよ。どうぞ戻れる自信がないもんだってこっからこっから行けないし、カメラさん、この辺からとここギリギリ行けると思いますんで、このショットが欲しいですかね。この背中ショットどうですか。背中、はい、多分倒れちゃうはい、どうぞ、うーん、行ってちょ、素晴らしいバラエティ的。もう一回、もう一回、もう一回、やるときはやるライチにして、どうぞ、いくよ、まあ、ほぐし行こう、はい、じゃあ皆さんほぐし行く疲れてんだもんね、なんでこんなことさせられるんだよね私が聞きたいでは、まずうつ伏せから、はい、はい、どうぞ、よいしょ、うん。